イメージトーテムオブ、エイイグルオーリアテのチティトランのテンプロ、マヨール発掘中に発見されたワシの戦士の像ワシの、戦士とは、アステカのエリート貴族戦士の戦士団。太陽神を一色ポチトリーの戦士で、ワシの羽から作った、大きく色とりどりの羽飾りをつけ、ワシの頭の形をした被り物を被っていた。武器は棍棒に、黒曜石の刃を埋めたケンカナ、剣マかな。 同様にして作られた槍ホルカンカ、陶式やトラートラなどを用いた。その他、同じエリート貴族戦士の戦士団である、ジャガーの戦士やコヨーテの戦士、ドクロの戦士などと、同じく、面を詰めた戦いの衣装をまとい、彩色した羽毛で飾った盾や旗印も持っていた。わしをトーテムにしていることもあり、わしの戦士は軽装で、機動力に優れた部隊であり、 他の戦士団が主力戦力として敵に真正面からぶつかっていくのに対して偵察や奇襲、ゲリラ戦などを行っていた。わしの戦士は、ジャガーの戦士に比べると戦士としての経験が浅く、身分の低いもので構成された戦士団でもあるために戦場で捕虜を捕まえるなどして手柄を立てることによって、より精鋭の舞台へと昇進していった。 アステカ帝国の首都だったテノチティトラン、現在のメキシコシティからは、ワシの戦士の土偶や神兵を、ワシの戦士に育成するためのワシの家と呼ばれる、建造物が発掘されている。ありがとうございます。